白痴の知恵。小堺父母。魚釣り。塚原敏夫くんが魚釣りを好むことは、これまでまだ一度も皆さんに紹介しませんでしたが、敏夫くんはかつて動物学を修めたとき、ことに魚類の解剖と生理とに興味を持ちまして、それと同時に魚釣りも大好きになったのであります。近頃では難しい事件を依頼されると、わざわざ魚釣りに出かけて考えをまとめることもありましたが、多くの場合は半日か一日を面白く遊んで頭脳を休めるために魚釣りに出かけるのでした。魚釣りの場所は言うまでもなく東京の郊外ですが、これという決まったところへは行きませんでした。時としては二里も三里も離れたところへ行くことがありまして、いつの場合にも私がそのお供を仰せつかったことは申すまでもありません。私も小さい自分から魚釣りが好きですから、いつも喜んでお供をしました。ある日、私たちは久しぶりに東京府下松葉村の方面へ船釣りに出かけました。それは柿の実がようやく色づきかけた10月半ばの小春日和とも言うべき暖かい日でして、私たちは午後の光を浴びながら釣り竿を担いでいろいろの話に笑い興じ、元気の良い歩調で野道を歩いて行きました。すると先方から一人の巡査が拝見を光らせ、今一人洋服を着た紳士と連れ立ってこちらへ歩いてきましたが、洋服の紳士は私たちを見るなり、にこりと笑って、やあ、敏夫くんじゃないかと言いました。見るとそれは、P のおじさん、すなわち警視庁の小田刑事です。こりゃ良いところであった。と、小田さんは立ち止まって言葉を続けました。実は、今日これから君のところを訪ねようと思ったんだ。こう言って、そばの巡査を顧みて、何やら小声で相談し、さらに敏夫くんに向かって言いました。実は、この村に殺人事件が起こって、有力な犯人と目星をつけていた男を逮捕してみると、それがどうやら犯人ではなさそうなので、みんなが困ってしまったんだ。君、一つ、働いてくれないか？敏夫くんは魚釣りに来たことなどすっかり忘れてしまったと見え、原価によろしいと返事をしましたので、小田さんたちは道を引っ返し、私たちを案内して、やがて4人は村の駐在所へ参りました。小田さんと連れ立っていた駐在所詰めの巡査は、敏夫くんに向かって次のごとき事件の顛末を語りました。この村には山田留吉という生まれながらの白痴があるのだそうです。留吉は今年15歳ですけれども、その知恵は3歳の小児にも劣っております。しかし神様は、彼に知恵を与えることを惜しみたもうた代わりに、彼の五感気のうちのあるものを、普通の人間よりもはるかに鋭敏ならしめたもうたのであります。すなわち、留吉の目は猫よりも鋭く、またその鼻は犬よりも聡いのであります。その上彼は、筋力にもすこぶる恵まれておりまして、一口に言えば、症状のように強かったのであります。彼は人間の話す言葉を介することができぬと同時に、人間の使う言葉を話すことができませんでした。したがって彼は、顔や形こそ人間ですけれど、その性質はむしろ動物に近いといった方が早わかりであります。村の人はそれゆえ彼を指して人間の猫だと言いました。東京に近い地方でありながら村の人たちはかなりに迷信深く、彼の生まれたのは彼の祖父が猫を殺したたたりだと解釈しました。実際彼はネズミこそ取りませんでしたが、魚の姿を見るとその魚が誰の手にあってもすぐ飛びかかっていって奪い取り、生のままむしゃむしゃ食べるのでした。たまたま彼の家の前を魚を携えて通るものがあると、それを嗅ぎつけて、家の中から走り出し、あっという間に取ってゆくので、村の人々は魚釣りの帰りなどには決して彼の家の付近を通りませんでした。なおまた、彼は2、3日魚を食べないと、たとえ雪の降る日といえども、川の中へ飛び込んで、巧みに魚を捕らえてきては、むさぼり食べました。魚を携えて近寄らぬ限り、留吉は決して村人に害を加えませんでしたし、また別に性の悪いいたずらもしませんでしたから、村人はどちらかというと、彼の白雲に同情しておりますが、さりとて誰一人、彼を可愛がるものはありません。しかしながら、彼は村人に可愛がられない代わりに、その母親によって、この上もなく可愛がられました。彼の父は、彼の7歳の時病死しましたので、母親は一人っ子の留吉を、杖とも柱とも思いましたが、留吉は母親の強烈な慈愛をもまるで感じないかのように暮らしました。私が死んだら、留吉はどうなるだろう。決して私は留吉より先へ死んではならぬ。というのが、今年45歳になる母親、おとよの平素の願望でありました。家には相当の財産もあって、女中や作男は起きませんでしたが、村の人に田を作らせて取る年貢米は、親子2人の生活を支えるに十分でありましたから、瓦葺きのこじんまりした家に、2人は比較的平和な日を送っていたのでありました。ところが、母親、おとよの平素の願望は、今より2週間ほど前、彼女の非業の死によって微塵に砕かれました。すなわち、あるよ、彼女のうちに何者かが忍び入って、彼女を絞殺し去ったからであります。最初、返事を発見したのは、一さんという村の遊び人でした。一さんは長らく東京にいましたが、最近郷里に帰ってぶらぶら遊んでいるのでした。東京で何をしていたのか誰も知りませんが、自分ではある呉服屋の番頭を務めていたところ、最近少し呼吸器を害したから西洋方々帰っているのだと申しているそうです。しかし、一見したところでは呼吸器の悪そうな顔もしていないそうで、天気さえ良ければ朝早くから魚釣りに出かけることにしていたのです。その朝、例のごとく、一さんが釣り竿を担いで、留吉のうちのそばを通りますと、いつもその時間には空いているはずの雨戸が、その日に限って閉まっておりましたので、不審に思って裏の方へ回ってみますと、裏口の戸が開いていたので、暗い中を覗き込むように頭を差し入れますと、ビクの匂いを嗅ぎつけたと見えて、留吉が中から走り出してきました。留吉は妙なうなり声を出して、ビクの蓋を開けましたが、空であったから、がっかりした様子でした。しかし、一さんは、留吉の様子がなんとなく変に思われたので、奥の間へ入って行くと、表の雨戸の隙間から来る光線で、母親、おとよが、布団から体を半分ほど乗り出し、首に手ぬぐいを巻かれて横たわっているのが見えました。手を触ってみると、もはや冷たくなっていたので、あっと驚いて走り出し、とりあえず村の駐在所に急を報じたのです。直ちに電話で、この駐在所を管轄している B 所に急が報ぜられると、B 所から探偵と警察医とが駆けつけました。取り調べの結果、おとよは前夜11時頃に絞殺されたもので、おとよの寝室にあったタンスの引き出しが一つ残らず開けたまんまになり、その中身がかき乱されているところを見ると、殺害の動機は窃盗であると察せられました。おとよの家は4間からなっていて、おとよは仏壇の置いてある座敷を寝室としていましたが、その隣の納戸には、留吉の寝床が敷かれてありました。首に巻きつけられて絞殺に使用された手拭いの他には、これという犯人の手がかりはなく、家の周りを見ても近頃一向雨が降らぬので、足跡などは発見することができませんでした。また、その後に行われた死体解剖の結果も、絞殺ということを確かめることができたばかりで、何の手がかりをも与えませんでした。ところが、幸いにも、たった一つの手がかりである手拭いが、村人の証言によって、この村のならず者で一人者の新次郎の所有であると分かったので、警官たちが時を移さず、新次郎の逮捕に向かうと、彼は早くも風をくらって逃げた後でしたから、いよいよ犯人は新次郎に違いないということになり、方々へ手分けして捜査したのですが、彼の行方はとんと不明でありました。すると、おとよ殺害の日から12日を経たおとといの朝、行方をくらましていた新次郎が豹然として帰ってきたのであります。彼は40前後の人相の悪い男です。巡査は直ちに彼を引っ張っていきましたが、彼は驚いて何事も知らぬと弁解しました。しかし、手拭いを見せると確かに自分のものだが、いつ落としたか知らないと申しましたので、巡査が事情を告げると、彼は凶行の行われた日の夕方、千葉の旧主人の病気を見舞いに行ったが、案外重かったので、家人に留められるままに滞在した旨を語りました。そこで、昨日警察の手によって、彼の滞在した先を取り調べると、果たして彼の言葉通りで、凶行の夜には彼がこの村にいなかったことがわかりました。さあ、そこで事件は迷宮に入ってしまったのです。死骸は焼かれてしまったし、留吉の家には何の証拠があるでなし。なんともはや手のつけようがないので、とうとう警視庁から小田刑事が出張したのですが、小田さんも事情を聞いて、とても自分の手では解決が難しいと思われたので、俊夫君に依頼しようとしたところへ、私たち二人が行き合ったというわけなのです。俊夫君は巡査の語る間、黙って聞いておりましたが、やがて、白痴の留吉はどうしましたかと尋ねました。おとよさんのいとこにあたる人が留吉の家へ来て世話をしています。と、巡査は答えました。あなた方は留吉を尋問しましたかと、さらに俊夫君は尋ねました。巡査は驚いたような顔をして俊夫君を見つめながら、人間の言葉がわからぬのに尋問ができますものかと答えました。俊夫君はにやりと笑いました。そうして、だからいけませんよ。留吉を尋問しないでどうしてこの事件が解決つくものですかと、こともなげに言いました。小田さんはじめ、私たちはあっけに取られて、俊夫君の顔を見つめました。消えた証拠。しばらくして小田さんは、それでは君は白痴を尋問するのかと尋ねました。俊夫君は意地悪そうな笑い方をしました。そうでないですよ。白痴の家で行われた犯罪なら、白痴が知っているはずだというだけです。それよりもまず、絞殺に用いられた手拭いを見せてもらいましょう。白痴、山田留吉の母、おとよの絞殺された手拭いは、B所に保管されてありましたので、小田刑事と駐在所巡査とは、俊夫君と私とを案内して、半里ほど隔たった B所に連れて行ってくれました。私は不要になった2人分の釣り道具を担いで歩きながら、俊夫君がこの事件をどんな風に探偵するであろうかといろいろ考えました。手拭いの持ち主たる新次郎は有力なる嫌疑者として逮捕されたけれども、殺害の行われた時には村にいなかったのですから、彼は犯人ではありません。してみると、誰かが彼の手拭いを拾ってお豊を殺し、彼に疑いのかかるように計画したのか、あるいは新次郎の手拭いをお豊が持っていて、ただ犯人がそれを使用したのだったに過ぎないかもしれません。いずれにしても、新次郎が犯人でないとなってみると、誰に疑いをかけてよいかわからぬので、警察の人が旗と当惑したのは無理もありません。この上は、その手拭いを検査して、何かの手がかりを得るより他はないが、果たして、俊夫くんが見事に手がかりを発見することができるだろうか。と、私は密かに胸を躍らせながら、B所の門をくぐりました。するとその時、一人の男が書の中から急ぎ足で出てきました。田舎者らしくない風采をした彼は、うつむきがちに私たちのそばを通り過ぎようとしましたが、その時、私たち一行のうちの巡査は、一さん、ご苦労だね。と声をかけました。男は顔を上げましたが、なんとなく落ち着かぬ様子をして、何やら口の中で返事をしながら逃げるようにして去りました。あれがお豊さんの殺されたのを最初に発見した一さんです。と、巡査は小田刑事に向かって告げました。小田さんはただうなずいたのみでしたが、俊夫くんは立ち止まって男の姿の見えなくなるまで見送っておりました。やがて私たちは B 所の応接室で所長に面会しました。小田さんは所長に俊夫くんを紹介し、凶器として使用された手拭いを貸してもらいたいと申し出ました。所長はよく太った赤ら顔の気の短そうな人でしたが、心よく承諾してベルを押し、一人の巡査を呼んで言いました。君、尋問室の僕の机の右の引き出しに例の手拭いが入れてあるから持ってきてくれたまえ。巡査はうなずいて出て行きましたが、しばらくすると帰ってきて、所長、引き出しには手拭いがありません。と告げました。何？と所長は驚いて出て行きましたが、それから5分経たぬうちに署内は大騒ぎになりました。唯一の物的証拠であった手拭いが紛失したのであるから、警察としては大失策と言わねばなりません。所長の話によると、新次郎が犯人でないと分かったので、さらにさっき凶行の最初の発見者たる一さんを呼び寄せて尋問し、一さんに説明を求めるために手拭いを出していろいろ尋ねたのであるから、今から15分前までは手拭いが確かにあったはずだとのことでした。所長は非常に狼狽して、一さんが盗んだかもしれぬと言って、一さんの後を追わしめて、一さんを呼び戻し、身体検査をさえ行いましたが、ついに手拭いは発見されませんでした。所長さんは確かに手拭いを右の引き出しにお入れになりましたよ。と、一さんは身体検査が済んでから申しました。一さんを返してから、なお所長は念のために机の引き出しやその他のところを探しましたが、手拭いはとうとう見つかりませんでした。してみると、警察署の内部の人が盗んだのか、あるいは外から盗賊が入って盗んでいったのかもしれません。しかし、果たして手拭いが盗まれたとすると、盗人は何の目的でそんなことをしたのでしょうか。警察の人を困らせるための単なるいたずらでしょうか。あるいはもっと重大な理由があるのでしょうか。いずれにしても所長は手拭いを失って非常に恐縮し落胆しました。俊夫くんはその姿を見て同情したと見え、所長さん、手拭いのなくなったことを心配してはいけませんよ。手拭いが盗まれたので、かえって事件の手がかりができましたよ。と申しました。所長はびっくりして俊夫くんを見つめ、どうしてですかと尋ねました。手ぬぐいを盗む者は犯人より他にないじゃありませんか。だから犯人は高飛びしないでこの付近のどこかにいるということがわかります。でも、その犯人が誰だかわからぬじゃないですか。そうですよ。だからこれから犯人が誰だかを探偵しようというのです。進次郎はまだ交流してあるでしょ？ちょっと会わせてくれませんか？犯人嫌疑者の進次郎は、ならず者と評判されているだけに、あまり人相の良い男ではありませんでした。俊夫くんは、進次郎が連れられてくるなり、じっと彼の顔を見つめておりましたが、しばらくしておもむろに尋ねかけました。進次郎さん、お前さんはこれまでたびたびお豊さんの家へ行ったことがあるかね？畑の工作を頼まれて時々出入りしました。あの手ぬぐいはお豊さんの家へ忘れてきたのではないかね？いいえ、違います。もう長いことを伺いませんし、確か先月のお祭りの時までは、あの手ぬぐいを持っていたと覚えています。そうしてお祭りからこちらへは、お豊さんの家へは行かなかったのだね。進次郎はうなずきました。お祭りの時には、村の人たちと集まって酒でも飲んだかね？ええ、すっかり酔ってしまいましたよ。その時は、村中の人が集まっていたかね？いいえ、祭りの組は5つに分かれているのです。私たちの組は20件ばかりです。すると、20人ばかりの人が集まったのだね。集まった人は誰々だか分かっているかね？わかっております。お豊さんのうちはその組へ入っているかね？入っておりません。なんという人の家が祭りの宿だったね？一さんのところでした。俊夫くんはしばらく腕を組んで考えました。一さんはお豊さんのうちへは折々訪ねてゆく様子だったかね？さあ、それはよく存じません。もうよろしい。よく聞かせてくれました。進次郎が去ると、俊夫くんは所長に向かって言いました。所長さん、もう進次郎は放免してもよいではありませんか？無論今日は返すつもりです。で、犯人の見込みはつきましたか？と、所長はこの小さい探偵の姿を、好奇心を持って見つめながら言いました。まだわかりませんよ。まず、お祭りの時に、進次郎と一緒に集まって酒を飲んだ連中を調べねばなりません。しかし、何の証拠もないのに、20人から調べたところで何にもならぬじゃありませんか？と、所長は反問しました。俊夫くんはにこりと笑いました。私たちは俊夫くんが何を言い出すかと固唾を飲んで待ち構えました。すると俊夫くんはいつもの通りの快活な口調で語りかけました。言うまでもなく、今度の事件では何一つ物的証拠というものはありません。たった一つの証拠はさっき盗まれてしまいました。だからこうした事件には顕微鏡も試験管も何の役にも立ちません。もし手ぬぐいが盗まれずにいたら、僕は手ぬぐいの埃を集めて調べるつもりでしたが、今はかえってその面倒もなくなりました。どうせ手ぬぐいを調べたところでおそらく何の手がかりもありますまい。もし手ぬぐいに手がかりがありそうならば、何を差し置いても探し出さねばなりませんが、その必要がないから僕は売っちゃっておくのです。しかし、手ぬぐいを盗まれたということは、手ぬぐいそのものよりも、はるかに尊い手がかりを与えてくれました。前にお話ししたように、それによって犯人がまだこの付近にいるということがわかります。強行後2週間も過ぎているのに、まだ逃げなかったということは、犯人が決して、自分に疑いはかからぬものと安心していた証拠です。つまり、真犯人は進次郎が犯人とされるに違いないと思っていたのです。ところが、犯人は進次郎でないとわかり、再び手拭いが別の意味での証拠物件となったので、犯人はまんまとそれを盗んで行きました。それゆえ犯人はまたもや安心して、どこへも高飛びはしないと思います。犯人が高飛びしなければ捕まるに決まっております。科学探偵という仕事は、物的証拠を科学的に調べるばかりが能ではありません。犯人を科学的な方法で捕まえるのも、科学探偵中の重要な部分です。だから僕は、今回の事件で、犯人の科学的逮捕を試みようと思うのです。私たちは皆、俊夫君の言うことをよく理解することができませんでした。科学的逮捕とは、どんなことをするものかね？と、小田刑事は尋ねました。手ぬぐいを盗んだのは、この署内の人か、または、進次郎とお祭りの時に一緒に酒を飲んだ連中のうちにあるに違いありませんから、それらの人を集めて、科学的に犯人を選び出すのです。どうやって選び出すのかね？俊夫くんはずるそうな笑い方をして、大声で言いました。白痴、留吉の知恵を利用するのですよ。科学的逮捕。私たちは、あまりの意外に黙って俊夫くんの顔を見つめるだけでした。だって、俊夫くん、留吉はものを言うことさえできぬじゃないか？年は15だそうだが、その知恵は三つ子にも劣っているそうだよ。と、ようやく小田さんが口を聞きました。けれど、P のおじさん、白痴でも人間の子ですよ。犬や猫とは違います。とにかく、これから留吉に会おうと思います。案内してください。と、俊夫君は申しました。再び、小田さんと、駐在所の巡査に案内されて、私たちは留吉の村に引き返しました。俊夫くんは途中の魚屋で30寸ほどの船を1匹買い、それに新聞紙を幾重にも巻き、外から少しも匂いのせぬまで包んでポケットに入れました。留吉の家に着いた時は、秋の日が暮れかかっておりました。40ばかりの女の人が私たちを出迎えましたが、それは死んだお豊さんのいとこにあたるおやすさんという人でした。留吉はその時、どこかへ遊びに行って留守だったので、俊夫くんはまず凶行のあった部屋をはじめ、家中をざっと検査しました。と、その時、留吉がひょっこり帰ってきました。白痴に特有な青白い無表情な顔でしたが、年の割には幾分老けて見えました。彼は私たちの姿を見るなり、怪訝そうな目つきでぼんやり立っていましたが、やがて何を思ったか畳の上へ上がってきました。これを見た俊夫くんはポケットの包みを取り出し、それを右手に掴んで、だんだん彼の方へ近寄って行きました。すると、俊夫くんと留吉との距離がおよそ2間ほどになったとき、留吉は急に鼻をうごめかしかけたが、いきなり猛烈な勢いで俊夫くんに踊りかかったかと思うと、あっという間に新聞包みを奪って逃げて行きました。俊夫くんは黙って笑うだけでした。いいのおじさん、これで留吉の尋問は済みましたよ。と、俊夫くんは申しました。けれど、留吉は逃げてしまったじゃないか？と、小田さんはあっけに取られて言いました。逃げていっても構いません。今の尋問で、留吉の知恵は十分わかりましたから、この上は彼の知恵を借りて犯人を探し出すばかりです。どうして探し出すのかね？それでは、ここでその手順を申しましょう。こう言って、俊夫くんは駐在所巡査の方を向いていった。あさっての晩、このうちで東京の役者にお芝居をさせようと思います。そうしてこの間のお祭りに新次郎と一緒に一さんの家で酒を飲んだ20人ほどの村の人に見物に来てもらおうと思います。で、どうかご苦労ですが、皆さんに10時頃にこの家へ集まってもらうよう言い伝えてくださいませんか？それから、と、おやすさんを呼び寄せ、とめきちにはあさっての夜まで一匹も魚を食べさせないようにしてください。きっとですよ。としおくんはさらに小田さんに向かい、どうもいろいろご苦労様でした。これから東京へ帰りがてら、あさっての夜の手順を相談いたしましょう。としおくんがみちみち話したところによると、芝居といっても普通劇場で行われているようなものではなく、二人の役者にお豊さん殺しを演じさせるというのでした。すなわち、一人をお豊さんに紛争させ、今一人をくせ者に紛争させて、なるべくお豊さんの殺された時の光景に近い状態を実現させようというのでした。としおくんの説によると、人間の死ぬ刹那には、人間の霊魂は第一に愛する者のところへ行くから、白痴はきっと母親の殺された時に目を覚ましたに違いなく、したがっておそらく犯人の顔は見たに違いない。けれど残念なことに、彼はそれを口に出すことができないのである。そこで今、彼の前で当夜の光景を再現したならば、きっと犯人を思い出し、20人のうちの誰かに飛びかかってゆくに違いない。そうすれば、その飛びつかれた男が犯人であるというのでした。小田さんも私もこれを聞いて、平素の俊夫君に似合わぬことを言うなぁと思いました。なんとなれば、俊夫君はこれまで霊魂の存在を信じていないからでありまして、科学的に自分で実証し得ないものは決して信じないというのが俊夫君の口癖です。だから俊夫君がかようなことを言うには何かその理由があるに違いありません。で、小田さんは俊夫君の言うままに二人の適当な役者を雇ってくれました。翌日、二人の役者が私たちの実験室を訪ねてきました。としおくんは、とめきちの家の絵図を描いて、芝居の行われる場所を説明し、紛争、その他、実演事項について、詳しい注意を与えました。いよいよ当日が来ました。私たちは、小田刑事と二人の役者と共に、夕方からとめきちの村に自動車で駆けつけました。としおくんは小さな手カバンの中へ紙で厳重に包んだものを入れて携えました。最初、駐在所を訪ね、それから巡査と共にとめきちの家に行きました。それは8時頃でした。おやすさんは心よく出迎えてくれました。とめきちは2日間魚を食べなかったためか元気がなく、奥の間に寝転んでおりました。おいおい村の人が集まってきました。やじ馬も来たようですけれど、巡査のために追い返されてしまいました。10時頃、予定の人数は皆揃いました。みんな面白い狂言でも見せてもらえることと思っているようでした。ことに、かのお豊さんの死体を最初に発見した一さんは、いっぱい期限でやってきて、東京通のこととて、いろいろ東京の芝居の話などをみんなに聞かせておりました。としおくんは、村の人を土間と座敷との中間にくらいする部屋に、半円形に一列に並べ座らせました。それから、座敷、すなわち、教皇の演ぜられた部屋に寝床を敷いてもらいました。人々はいずれも意外な面持ちをいたしました。寝転んでいた白痴とめきちは、たくさんの人の集まったのに多少興奮したのか、そのあたりを歩き回っていました。10時半になったとき、としおくんは村の人に向かって言いました。皆さん、よく集まってくださいました。今夜集まっていただいたのは他ではありません。皆さんにお豊さん殺しの犯人を逮捕する手伝いをしていただきたいと思ったからです。ちょうど今はお豊さんが殺された時刻ですから、これからお豊さん殺しの芝居をやって留吉に見せようと思うのです。そうすればお豊さんの一念が留吉にこもっているのですから、留吉はきっと犯人を見つけ出すだろうと思います。よもや皆さんの中に犯人があろうとは思われませんが、とにかく一度試してみますから、どうかお静かにご覧を願います。あたりは水を打ったようにシーンと静まり返りました。やがて、留吉はおやすさんと共に、俊夫くんの指図によって、座敷の手前の右隅に座りました。それから、俊夫くんはお豊さんに紛争した役者を布団の中へ寝かせました。薄暗い電灯の光に照らされた寝姿は、お豊さんが生き返ったのではないかと村人に思わせたと見え、村人はいずれも固唾を飲んで見つめました。俊夫くんと私とは村人の列の後ろに陣取り、小田さんと巡査とは土間に降り立って警戒しました。障子その他の建具は無論取り外してあります。まもなく柱時計が寂しい音を立てて11時を報じました。と、その時、南戸の方から黒い布で覆面した一人のくせ者が一本の古手ぬぐいを手に下げて、みしり、みしりと歩いてきました。彼は敷居のところでしばらく立ち止まって考えていましたが、やがて膝を折って、お豊の枕元の方へ近寄りました。さすがの留吉も、じっとその方を見つめておりました。村人は一生懸命に、いわば我を忘れて、この真に迫った演劇を眺め入りました。枕元まで近寄ったくせ者は、布団に手をかけたかと思うと、パッとそれを跳ねのけました。とその時、お豊さんは、あれーと一声逃げ出そうとしましたが、くせ者は飛びかかって手ぬぐいで手早く首を絞めましたので、お豊さんは、布団の外へ半身を乗り出し、どたりと倒れました。その時です。白地とめ吉は何を思ったか、くるりと村人の方を向きましたが、次の瞬間、パッと立ち上がったかと思うと、ちょうど俊夫くんの前に座っていた一さんの首筋めがけて飛びかかったので、一さんはあっと言って仰向けに倒れましたが、とめ吉は死に物狂いで何者をか探そうとするかのように、その体に乗ったり降りたりして暴れました。ああ、いけないいけない、とめ吉、堪忍してくれ、お前のおっかさんを殺したのは俺だと、一さんは苦しそうに叫びました。皆さん、お豊さんを殺したのは一さんでした。一さんはその場から警察へ連れられて行きましたが、村の人はあまりのことにびっくりして、ろくに口を聞く人さえありませんでした。一さんの白状するところによると、金に困って、かねてからお豊さんを狙い、祭りの時に新次郎の手ぬぐいを拾ったので、お豊さんを殺して金を奪い、手ぬぐいをそのままにしておいて、新次郎に疑いのかかるように企んだとのことでした。その夜、秘境の途上、俊夫くんは小田さんに向かい、次のように語りました。凶行を発見したのが一さん。新次郎と一緒に酒を飲んだのが一さん。それから、警察で手ぬぐいを盗んだのが間違いなく一さん。で、僕は犯人が一さんだろうと見込みをつけ、一芝居やったのです。一さんが一生懸命に芝居を見ている後ろで、僕はお豊さんが首を絞められるときに、カバンの中の船の包みを取り出して、ひょいと一さんの肩のそばへ差し出したのです。留吉は2、3日魚に飢えていたので、すぐに嗅ぎつけてそれを取りに来たのですが、僕が再びカバンの中へ入れたから、一さんが持っていることだと思って、留吉は大いに探しました。しかし、一さん自身は留吉が犯人を思い出したと思い、とうとう白状したのです。科学探偵とは、顕微鏡や試験管を使うことばかりを意味するのではありません。物事を科学的に巧みに応用して探偵することも科学探偵なのです。